皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はサイドレイズをより効率よく行ってですね、肩を大きくしていくコツを紹介していきたいと思います。サイドレイズね、肩のトレーニングでやってる方は非常に多いと思います。丸くてね、こう張り出した肩、こう肩幅のね広い体を作るのに非常に有効なトレーニングなので、継続してやっていただきたいと思うんですけども、このサイドレイズも実はうまく肩に効かせる、効率よく行うために押さえてほしいコツがいくつかありますので、そのコツをね今回は紹介したいと思います。サイドレイズのコツなんですけども4つありまして、まず1つ目なんですけども、真横にダンベルを上げないということですね。これまあ女性の方とかね、本当に始めたばっかりの方なんかによくありがちなんですけども、サイド横に上げていくってい こう種目名から想像して、本当に真横に上げてしまう方いらっしゃるんですけども、こんな形でですね、真横に上げてしまうと肩を痛めるリスクが非常に高くなってしまうので、真横というよりは若干肘を緩めてあげて、真横が90度だとしたら75度ぐらいのところに向かってダンベルを上げていくようなイメージ、75度ぐらいのところに向かってダンベルを上げていくようなイメージですね。これが真横90度だとすると、若干肘を緩めてあげて75度ぐらいのところ、それでもちょっと違和感があるなっていう方はもうちょっと前60度ぐらいでもいいと思います。これでも十分肩のサイドに効いてますので、とにかくですね、こう真横に上げないと、若干こう前の方にね向けてダンベルを上げていった方が効率がいいですよということでございます。2つ目なんですけども、若干ですねお尻を引き気味にして上げていくということになります。このサイドレイズでよくありがちなミスなんですけども、疲れてくると肩の力がなかなか使えなくなってきますよね。で肩もねこう熱くなってきて、こう痛くなってきて、なかなかしんどいんで、反動を使ってね上げてしまう、振り上げてしまう方が非常に多いです。トレーニングで筋肉を大きくしていくには、このしんどくなったところからいかに反動を使わずに、鍛えたいところから負荷を抜かずにストリクトに動作をできるかというところにありますので、反動を使わないようにするために意識をしていただきたいのはこのお尻の使い方で、お尻が前に出てしまうとやっぱりその反動で上げてしまいがちになってしまうんですね。横から見ていただくと分かると思うんですけども、お尻を前に出してしまうとその勢いで反動で上げやすくなるので、上げてくるときに本当にほんのちょっとだけですね、お尻を引くイメージを、実際にこんな思い切り引いてしまうとそれはそれで負荷が抜けてしまうので、本当にもうイメージだけ持っていただくぐらいでいいんですけども、お尻をちょっと若干引きながら上げていく、しんどくなってきた時こそこうお尻をね前に出すで反動で上げるではなくて、お尻を若干引きながら上げるイメージを持っていただくだけで反応を使いづらくなるので、より効率よく肩を鍛えることができます。はい、そして3つ目なんですけども、これもさっきのお尻と同じく反応を使いにくくするためのテクニックとして、お腹に力を入れていただくということにあります。お腹に力を入れてしっかり上半身の姿勢をまっすぐに保つことで腰が反りにくくなるので、しんどくなった時でも反動を使いにくくなります。なのでこう疲れてきた時こそお尻とかお腹というね、こう体幹をしっかり固定して姿勢を保つ筋肉っていうのを意識していただいて、
しっかり反動を使わずにね、しんどいところでも肩の力だけで動かせるようにというのを意識してみてください。そして最後4つ目なんですけども、これはちょっと意外に思う方いらっしゃるかと思うんですけども、肩甲骨を自然に動かしていただくっていうことにあります。たまにね、サイドレイズの解説をしている方で、僧帽筋に刺激が逃げないようになるべく肩甲骨は動かさずに肘だけ動かすようにしましょうって解説している方がいます。それもね、まあ一つのやり方だとは思うんですけども、確かにね、肩甲骨の動きを抑えて肘だけ動かすようにすると僧帽筋の関与が抑えられて三角筋に負荷が集中しやすくなるんですけども、本来ですね、人間の体には肩甲上腕リズムというものが備わってまして、まあ、簡単に言ってしまうと上腕骨、腕が動くにつれて肩甲骨も一緒に動いていくのが人間本来の自然な動き方なんですね。で、それを無視して三角筋に負荷を集中させたいがために肩甲骨の動きを抑え込んでしまうと何が起きるかというと、上げ切ったところでインピンジメントといって肩のインナーマッスルとか腱とかを挟み込んで怪我をしてしまう、そういうリスクが非常に高くなってしまいます。なので私としては三角筋に負荷を集中させたいがために肩甲骨の動きを抑えるっていうことはあまりやってほしくはないです。はい。なので肩甲骨はもうあまり意識はせずに、こう思いっきりね、肩をすくめるような上げ方は確かに NG なんですけども、しっかり肩を落とした姿勢から自然にもう肘を上げていただく、肩甲骨のことは考えずに自然にね、肘を上げていただければ、それでね、自然と肩甲骨もですね、こう怪我をしにくいような自然な動きでついてきてくれると思いますので、あまりね、肩甲骨を抑え込んで動かさない、そういう意識はしない方がいいんじゃないかなと思います。肩甲骨がね、自然に動いても先ほど説明した3つのコツっていうのを意識していただければ十分三角筋の方に刺激がいきますので、必要以上にね、その他の筋肉に刺激が逃げるっていうのを恐れずにですね、こう怪我をしにくいような自然な動きで鍛えるようにしていただくのをお勧めしています。はい、今回はですね、サイドレイズを効率よく行うための4つのコツご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。他にもね、この種目のコツが知りたいというのがございましたら、コメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。